チャオ、あっちゃんです。今日は10月の10月の3日です。はい、木曜日です。今日のあっちゃん家の晩ご飯は、子供に何か食べたい言うた、鶏、牛、豚、いろいろあるよって言って、何が食べたい言ったら鶏、じゃあ何食べたいって言うから、じゃあ焼き、唐揚げ、煮で、他まあいろんなあの香草焼きとか何やかいろいろできるよって、焼くか煮るか揚げるかどれがいい、唐揚げ唐揚げにしましょう、はい、で、とりあえずね、鶏じゃない、ちょっとキャベツがもうしなべってるんでね、しなべつ切っていきましょう。視聴者さんにいただいたお肉を柔らかくする唐揚げ、生姜醤油味、まぶすだけ簡単、これ言わせてもらいます。まぶす場合、水でとば両方いけんねんね。唐揚げ粉 40g に対して、唐揚げ粉半分に対して40、だから1袋作ったら、80やね。自由やから、10分から20分寝かす。大さじ2、これね、豪華肉よ。あっちゃんはいつも言ってるから、わしゃんで 80cc の水を入れます。揉めとは書いてない、まあ、30秒ぐらい揉んだらね、いつもの通り30秒ぐらい揉みましょう。はい、鶏肉をね、今回これ600、ああ破れちゃった、686g やねんけども、684g やねんけども、約 700g やねんけども、この前使った鶏肉も、お弁当に使った鶏肉がちょこっと残ってんねんね、はい、こんだけ残ってんねんね、使っちゃいましょう。もう1枚残ってんねんけど、また明日に何かに使おうか。今回豪快にね、何グラムか分からへん、だいぶあるわこれは。700
800か900グラムぐらい、まあ、残ったら残ったんでね、お弁当に入れてもいいし、明日のとあっちゃんにね、チンして食べてもいいし、何してもいい。残らんかもわからんし、結構食べてくれるかもわからんしね。よし。で、よいしょ。ドリップをよく拭き取ります。どうしよう、こうできる、もういるか、じゃあまあこうやっとこうか。で、ね、結構ね、大きめ、これぐらいでいこう。あんまり大きいとね、上がりがね、なかなか時間かかっちゃうんで、どうしようかな、これぐらいでいこうか。いつもよりちょっと大きめでいきましょう。硬い、欲しいや。新築骨切れてなかった切れてなーいって言われて、なんか硬いのがあるとこには骨がちゃんと取れてへんやつだってね。最近ね、骨の取れてないこれが多い。仕方ないよねって作業でやってたら、こういうのね、めっちゃだな。中途半端の大きさなのでここで切って何枚にしようか、はい、で約ね30秒ぐらい揉みましょう。多いかな、まあ、多くてもいいや。約30秒ぐらい揉んで10分に置いておきます。約20分置いておきましょう。10分、20分。この間に違うことしておきましょう。よいしょ。ツバスのアラを
尻尾切って、ね、お外します。これも外します。で、上で上までか、はい、これとチアイ骨、腹骨、下骨抜きやからね、ざっと出しときたいしね。はい、これでね、ラジオ作ります。よいしょ。アジにね、塩、アジ塩ちゃうで、アジに塩を振っときます。軽くね、塩を振っときます。尻尾がね、焦げてもやったらもう飾り中しません。これでもいいですか。目がかな、かっこいい。これね、これはね、塩焼きにします。こっちに胃袋に入れておきます。一緒に入れておきましょう。めっちゃ悪でるでしょ。ハマチ系はめちゃくちゃアクが出ます。そうです、旨味が強いんです。肉はね、冷やしましょう。これでね、冷水にとります。で、つばすのね、アラはね、このまま10分ぐらい煮ときます。はい、つばすのアラを煮とる間にね、ちょっとね、他のものを煮ていきます。大根。
あんまり細くは切ったらこれぐらいでいいかな。こんなもんでいいかな。今どうやってかな、ちょっと置いとくか。絶対アクを取らない。ごぼうのアクがすごく旨味と栄養やからね、絶対取っちゃダメです。ごぼうはで、ついでにね、胃袋をね、ちょっとしかないよね。まあ、実は胃袋ちっちゃかったから、これだけ。よく結構子供人気なんで、よし、これで準備完了。はい、10分煮込んだんで、ここへね、海塩を使った玄米です。
そう使うとね、なんかもうこれじゃないかな、まあ値段はするんやけど、1キロで1600円ぐらいしたはず。だからね、まあでも体のためにいいです。あ、いいや。
Thank you.
食べさせないからかな。牛乳っていい色になってきたね。
魚焼いてるからや。 完成です。食べましょう。